はいどうも皆さんこんにちは、リュウです。今回は質問コーナー回答編、こちらやっていきたいと思います。チャンネル登録者様数2万人突破記念ということで、質問コーナーね、質問募集させていただいたんですけども、こんだけ来たんですよ。こんだけ来たんですよお答えしていきたいと思います。皆さんも本当にたくさんのご質問ありがとうございます。僕という人間を知っていただくために、できれば超高速でたくさん質問答えていきたいかと思いますので、あんまりね、いいね、実写用の照明とか機材がなくて、このクオリティでお送りしますが、申し訳ございません。最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。それでは早速いきましょう。どうぞ。 GX が追加されてモブオート集会にどんなデッキを使ってますか？僕のやつマジで脳筋なんですよ。こっち側に載せときますけど、こういうクソ脳筋デッキで、集会しております。見たい方はぜひ一時停止して見てください。コラボした YouTube の人は、やっぱね、いつかね、サンダーさんと、オックンさんにはね、お会いしてみたいかなというふうに思いますね。他のゲームアプリ、何やってますか？一切やってないっす。やってる時間がないっすね。年齢は33歳ですよね。何万歳ですか？なんでデスヨレクションなんだよ。僕今28万歳です。YouTuber をしようと思ったのは、いつぐらいからですか？去年から。デュエルリンクスとは関係ないのですか？リュウさんが今までやってきたゲームの中で一番面白かったゲームは何ですか？これね、いろいろあるんですけど、小学生の時にクソハマってやったのは、ワンピースグランドバトルって皆さんご存知ですかね？あれね、まあ多分世代同じくらいだったんでわかると思うんですけど、めっちゃやってましたね。これは言えない話かもしれませんが、YouTuber としての収入、マックス月収と平均月収が知りたいです。あと、動画1本撮るのにどのくらい時間かかってますか？デュエルリンクスの実況者たちの現実を教えてください。これはですね、まあ、収入はね、Google さんから怒られちゃうんで、あれなんですけど、生きていく分に困らない程度には、デュエルリンクス自体をね、その動画作るのには、やっぱね、結論から言うと1日1本が限界かなっていう感じです。なんでかっていうと、デッキをまず構築する、それからデッキを調整する、それから撮影して、編集して、で、サムネイルを作ってアップロードさせて、皆さんにご覧いただくっていう感じになるんで、この手順ね、特にデッキ構築とデッキ調整、これがめちゃくちゃ時間かかるんで、正直ですね、ポン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 上げられるものじゃないかなっていう感じでございます。メガネは、伊達メガネですか？マジメガネやで。猫好きそうな顔してますが、好きな食べ物何ですか？どんな顔だよ。好きな食べ物、好きなのチーズ牛丼か。課金した分で、田舎で売ってる中古のワゴン R グランダー買えますか？余裕で買えると思う。オープニングの、やっていきたいとの時に、ちょっと、エロいこと考えたことありますか？どんな質問だよ。正直ですね、アスカさんのデッキを紹介するときは、基本、エロいこと、考えております。好きな毛は、どこの部分の毛ですか？鼻毛。もちろん童貞ですよね。なんでバレた？ニートですか？プロニートです。デュエルリンクスとは関係ないんですが。一日何回くらいデュエルリンクスでデュエルしますか？いや、関係あるー。めちゃめちゃ関係あるー。まあ、編集してることがあるので、0時間っていう日もあるんですけど、起きてる時ずっとやってるっていう、20時間くらいやってることもあります。いつも本当に楽しそうだな。たまに、俺一人で何してんのって思うことありますか？これはね、正直ありますよ。これはありますね。結構ね、対戦と対戦の間、1戦目と2戦目の間とか、対戦ありがとうございましたって言った後の時間を僕ね、賢者タイムって呼んでます。ライジン、K1 などは現地観戦行ったりしますか？あと、好きな選手がいたら聞きたいです。K1 はね、現地観戦めっちゃ行きますよ。前のね、着てた T シャツも、あれ、今年容疑で買ったやつだし、好きな選手はですね、まあ、昔で言ったら、やっぱマサトさんか、まあ、ブアカオが好きでしたね。現役の選手で言ったら、タケルくんか、タケルさんか、ノイリー選手とか好きですね。ノイリー、マサキ選手。どっちか出てれば、現地行っちゃったりします。ユニキのおかげで、彼女はできました。コナミカン。いや、知らねえよ。よかったな。遊戯王のモンスターになれるなら、何になりたいですか？精神規制だなって、ブラックマジシャンガールちゃんの、股間に規制。どうしたらそんなに生き物になれるんですか？バカにすんな。リュウさんとお邪魔キング似すぎて、どっちがどっちだかわからないんですけど、こっちがお邪魔キングで、で、こっちが僕ですね。やかしよ！オフ会したいっす。そうですね、そのうち開いてみたいかなというふうには思ってます。正直言って、おっぱい、そこまで好きじゃないですよね。好きじゃないですよね。好きだわ。賞味、強いデッキランキングは何ですか？これ簡単ですよ。第3位。先行、ネオダイダラス。第2位、先行、お邪魔キング。第1位、先行、
トロールワンキル、これでね決まりだと思います。遊戯王を YouTube で実況することになったきっかけが知りたい。これはね本当に気まぐれで、ゲーム実況自体は結構キヨさんとかレオモンさんとか好きですごい見てたんですけど、自分でやるつもりは全然なくて、遊戯王デュエルリンクスが結構面白かったから、なんかちょっと趣味程度にね出してみようと思って、なんかいろいろあれよあれよっていう間に今に至るみたいな感じです。闇のお金の力の掘り方教えて。働け。遊戯王は OCG もやってますか？また遊戯王のアニメは見てました？ OCG はね全然やってないです。正直小学生ぐらいの時にやってましたけど、それ以降全然やってなくて、僕はデュエルリンクスのアプリがリリースされて懐かしくて始めたぜなんですよ。だから全然 OCG の知識もないし、アニメもねそんなに覚えてないんですよ。見てましたよ、もちろん初代も GX も見てたんですけど、なんかねそこまで記憶はないですね。だからゆうさんは動画以外で何して遊んだりしてますか？だいたいね格闘技見るか、映画見るか、漫画読むか、自分自身の下水プレイや悪い笑いをしてるのを見て編集するときは一体どんな気持ちなんだろう、こいつ何やってんだっていつも思ってますけど。リュウさんの本業を教えてください。リュウさんは YouTube 以外に収入源ってあるんですか？普段の仕事は何してますか？普段は会社勤めしてますか？それとも YouTube オンリーですか？今はね完全に YouTube 一本で僕はやっております。履歴書とかもし仮にあったとして、職業欄とかあったら本当にねプロデュエリストって書けるんじゃないかっていうぐらいねそのぐらい僕デュエル今やってますね。全力のオープニングしてください。今回もデッキ障害よっていきたいと思います。喉いった。趣味が知りたいです、趣味が仕事みたいなとこあるんですけどね。強いて他のことを挙げるのであれば、格闘技見ること、映画見ること、漫画読むことぐらいかな。ブリーフ派ふんどし派どっちですか？自分で履くならブリーフ、女の子に履かせるんだったらふんどし。ところでなんでスマップは解散したんですか？中井くんが履けたから。好きなキャラは誰ですか？好きなカードベスト3は？好きなキャラはですね、最近石井さんからアスカさんに推し変したとこで好きなカードベスト3はね、昔のカードも結構あるんですけど、禁止カードとか。第3位はね、強奪。これ小学校の時めっちゃ使った記憶あるから、強奪めっちゃ好きでしたね。パクれるからね。第2位は流星竜メテオブラックドラゴン。これね動画で見てめっちゃかっこいいと思ったね。第1位は人造人間最高ショッカー。これめっちゃ使ってた。正直早く実装してほしいと思ってます。リュウさんのアイコンではタバコ吸われていますが喫煙者ですか？そうであれば何を吸っているのか教えていただきたいです。今はねもう全然やめたんですけど、昔はねマルボロとか吸ってましたね。トータルの課金金額いくらですか？パワーオブマネーのスキルで今までいくら使ったんですか？財布コストゼロ発動してるんで0円ですよ。ドロップスキルパワーオブマネーはドロップするまでにどのくらいの時間がかかりましたか？社会人ゲートがあるんですよ。社会人ゲートを5年ぐらい周回するとドロップすると思います。お邪魔キング様のおかげで新しい彼女ができました。明日旅に出ます。探さないでください。いやだからお邪魔キングではねえわ。他の実況者とコラボするとき毎回リュウさんのテンションが高すぎて五郎さん以外の実況者の方と全く噛み合っていない気がしますが、リュウさんの元気の秘訣は何でしょうか？ゴロすげえな。元気ってうるさいだけなんですけどね。やっぱりね、一応はね、好きなことをやる。これだと思いますよ。質問ですが、クリボールを息継ぎなしで何分伸ばせますか？クリボールリュウさんはどうやってデッキ考えてるんですか？気になります。だいたい新しいカードが出るじゃないですか。で、新しいカードとなんかこう相性のいいカードを何枚か考えるとギミックが出来上がるわけですよ。で、そこにサポートカード、相性のいいサポートカードを作りこうバンバンバン入れていくとデッキが完成するっていうようななんかイメージで、多分皆さんもそういう感じで作ってるんじゃないですかね。毎月パワーマネー使って生活苦しくないんですか？皆さんがね動画を見てくださってるので、だからこそ成り立ってるっていうところはありますよ。本当に皆さんいつもありがとうございます。結婚してますか？結婚してるよ。将来の野望は何ですか？ひよさんと喋る。デスク周りの機材関係紹介お願いします。機材周りはね、こんな感じだって。一応トリプルディスプレイでやってるんですけど、大体ね、これね、これ、iPad で、デュエルリンクスは大体やってますね。で、編集はこのね、このメイン画面と、こうなんか右側でこう、クロームなんですけど、これでなんかいろいろ調べたりしながらやって、で、ここで編集して、で、こっちで、画像加工して、みたいな感じで、やっておりますね。まあ、この辺にね、なんか、この PS4 とかのコントローラーとか、配線汚くて申し訳ないんですけど、まあ、こんな感じになっておりますね。ちょっと、つく汚えな。こんな感じになっております。で、一応こっちに、箱のね、筐体があって、
PS4 とか、Xbox とか PS3 とか、スイッチとかね。あと、これ棚に使うんですけど、エアね、これ。ノートパソコン、エア。MacBook Air ね。があって、で、それの、サブディスプレイ用に、ここに LG 製のクソ安い、モニターがもう一個だけあるっていう。まあ、そんな感じですかね。大したことはないっす。で、マイクはこういうの使ったりとか、あとこっちのね、この、ヘッドセットね。基本的にはこのヘッドセットを使って、なんか HyperX というやつだったかな、これ。確か。こういうの使ったりとかして、まあ、撮影してるっていう感じですね。はい。で、デスク周りは以上になります。目の前にアックスレイダーがいます。なんて声をかけますか？そっと立ち去る。人造人間サイコショッカーって、カツラ取ったリュウさんをモデルにしてると聞いたんですが、本当ですか？受講の仮面について、思うことありますか？アスカにつけて。たい焼きはどこから食べる派ですか？頭かな。何この質問。今までのネタデッキ何が一番好きですか？ワンターンキルデュエルリンクスで可能にしてください。あれもしかして先行トロールワンキルデッキ見たことないですか？僕あれが一番好きです。先行トロールワンキルデッキ、まだね見てない方いらっしゃればぜひ動画ありますんでご覧いただければと思います。遊戯王で一番好きなモンスターは何ですか？遊戯王で一番好きなセリフは何ですか？今一番好きなのはね、スピンクスですかね。ヘイズビーストスピンクス。好きなセリフはやっぱ城の内ファイヤーかな。高校時代彼女いましたか？いましたよ。ちなみに高校時代の彼女が今の嫁さんっす。どこ住んでますか？トルマリン好きにして家に飾りたいんですけど、どこに住んでるか教えてくちょ。怖えわ。僕ね今ね長野県に住んでます。今まで紹介した中でお気に入りのデッキは何ですか？フルモンスピンクスデッキですかね。普段のランク戦では何のデッキを使ってるんですか？最近はレジェンドランク上がるまではだいたいフルモンスピンクスか読み手やってて、でやっててで上がってから新しい、組んだデッキで撮影した編集したり調整したりやってますね。定本ホケホハイ買ってきて。めんどいからやだ。安倍政権について一言お願いします。安倍さんイケメン。水曜どうでしょうで一番好きなシリーズは何ですか？これ一番悩みましたけど、やっぱねシェフ大泉の夏野菜スペシャルが一番僕好きですね。ヒゲの手入れの仕方を教えてください。あと高いテンションの作り方、保ち方を。ヒゲは基本逆剃り。テンションはですね、ゴー皆川さん、うんちょこちょこピーっていうネタの、ゴー皆川さんのネタ見るか、サンシャイン池崎さんのネタ見るか、どっちかで基本だからテンション高く持ってきますんで、皆さんもぜひね、見てみてください。おすすめです。遊戯王カードの中で一番好きな女性型モンスターは何ですか？配信するつもりはないけど、ハマっている別のゲームありますか？フレイヤーちゃんと、あとアマゾネスの剣士ちゃん、アマゲンちゃんですね。まあ、ハマっているっていうか、ハマっていたゲームなんですけど、陶器伝2っていう仮ゲーがあったんですよ。これめっちゃやってましたね。トロフィーコンプしました。ランク戦を午前中にやってるのは何か理由がありますか？好きな巨人ちゃんは誰ですか？3次元2次元両方お答え願います。大体ね午後から夜に編集することが多いので、だから午前中がね大体撮影の時間なんで、ランク戦やる時間なんですよ。好きな巨乳ちゃんは3次元で言ったら久松郁美ちゃん、2次元で言ったら北斗の拳の間宮ですかね。結局何のゲームが一番好きなんですか？おい龍、またの名を変態クソゲーム配信者ジャパネット高田、上ロンチはリュウさんのもう一人の僕、アユさん。タグつけすぎ。こんなタグつけろって言ってないから。一番好きなゲームはやっぱりねモンハンシリーズかな。なんかみんなでワイワイできるから。YouTuber として一番心掛けていることは何ですか？楽しい動画を作ること。ヒゲが伸びないんですがどうすればいいですか？いや知らんがな。なんか男性ホルモンとか打ち込めばいいんじゃない？やはり YouTuber になる前にやった仕事が知りたいです。大学卒業してから5年間ぐらいね、銀行員やってました僕。向いてなくてやめましたけどね。なかなかパワーオブマネーがドロップしてくれません。持ちやすい方法とかありますか？うん、働いて。メリゴクロゴップとヒョードル、どっちが好きですか？いやー、これ難しいな。やっぱね、K1 で活躍したっていうのがあるんで、どっちかって言われたらやっぱミルコですかね。はい、ということで、以上になります。皆さん、本当にたくさんの質問いただきまして、ありがとうございました。これでね、まあね、ちょっとね、あんまり面白くない質問コーナーで申し訳なかったんですけども、僕というね、人間が少しでも、皆さんに、伝わっていればいいかなというふうに思います。質問コーナーの、機会自体はですね、また企画ものとか、生放送とか、そういう時に、機会をね、設けてね、やりたいと思ってはいますので、もしね、今回質問できなかったとかいう方がね、もしいらっしゃいましたら、その時、また質問していただければ、と思います。結構高速で回しましたが、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよろしければね、チャンネル登録と、それから、グッドボタンの方、よろしくお願いします。またね、今後もバンバン動画出していきますので、今後ともぜひ、よろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。